俺確かここ鎖場だったっけ、違うか、うわびちゃびちゃだ、うんうん、あ、ここが鎖場か。鎖場来ましたね。よいしょと。よいしょ。はい、来ましたね。12番目、大日如来様ですね。じゃあ、あ、やばい、カメラにストックがぶつかっちゃいました。まあでもね、この登山、もう少しね、花が咲いててくれると嬉しかったなーっていう気はしますね。うわ、大きい木ですね、これも。あ、びっくりした。寝てる。大丈夫ですか？ああ、オッケーオッケー。あ、はい。了解です。そうだね、確かに思い出したんだけど、去年来た時桜がなんか咲いてたような気もしたな。おお、もう散っちゃったんかな。よいしょよいしょ。まあね、無口になっちゃってますけど、申し訳ない。もうあの、話す気がね、話すことがないんですね。ひたすら、もう降りてっていますよね。まあ一応このね、長い動画流すとは思うんですけど、ね、実際はね、あれですね、結局はあの、流しても、うん、垂れ流しみたいな流していくだけかな。5合目まで来ましたね。ちょうど半分ってことですね。うん。今、標高、時刻13時20分、標高が1596メートルですね、標高。
誰かいる？あっちの奥リュックに見えた。今ね、この目の前の木がね、茶色いリュックに見えたんですよ。まあ、ちょっとね、11番のね、観音様のところでね、少し休もうかなと思います。すぐそこかな、もう。すいません。やばね。花粉がね、だいぶきつくいんですよ。鼻がずるずるね、息がね、ちょっとね、できなくなってきてるというか。もっと下ぐらい？カメラ位置がね、結構、すぐそこだな。ほら、あそこだ。11番。あっつ。はい、11番までね、来ました。あそこ、如来です。ね。なんかね、結構来るときは人いっぱいあったのにね、下るとね、誰も会わないっていう、この、なんだろう、寂しさ。しかもね、鼻が詰まって、息が苦しいんだけど。はい、馬頭観音さん来ましたね。
はい、4合目ですね。あっという間に4合目まで来ちゃったな。神谷ぐらいさまですね。本当に誰もいない。ダメだ、鼻が垂れてきた。なんか登山できついというより鼻が詰まってきついですけど、まいった。よし。でも今日ね、登ってみてね、3人のね、結構年配の方というか、まあ老人って言っていいのかあれなんですけど、ね、3人組でね、男性1人と女性2人の組で登ってきてたんですけどね。で、私も頂上で30分ぐらい休んで、今下山してるんですけど、まあやっぱね、登ってきたんですよ、ちゃんと。でもね、足腰がね、ガクガクしてるんですよね。ちょっと心配だなっていう気はありますよね。あとはね、もう一人の男性の方はね、多分あれ、さっきね、寝てたの、そうだと思うんですよね。登る時もね、本当にゆっくりだったんで、ね、大丈夫かなっていうところありますけどね。
あ、来ましたね。ここが、聖子菩薩様ですね。うわ、この上ね、木に宿り木っていうんですかね、結構多いですよね。あ、でも本当に不思議ですよ、今年。全然木の上見てもね、全然こう、そんなにね、去年と比べて芽吹いてない。遅い、なんか。しかもこんなに暖かいのにね。で、今年はほら、いつもだったらね、まあ、大町もそうなんですけど、大体ね、1月2月に雪が降って終わりなんだけど、ねえ、なんか、3月来てですよ。これなんか生えてる。ちょっとこれ、ねえ、撮ってきましょう。ホースがやっぱ勝手に腕に当たって痛い。はい、来ましたね。第8?そうですね、観音菩薩さんですね。失礼します。まあでもね、人がいたとはいえね、今回この下山はね、まあちょっと一人っぽいような感じで今下っていってますけど、まあほっとはしますよね。もうほっとしすぎちゃってね、声出さなくてもいいかみたいな感じですよね。なんせだってまだ後ろに、一人、二人、三人、四人、五人、十人ぐらい後ろにまだいるんで、ね、まあ私なんかっていうのはですね、ずるい考えかもしれないですけど、必ずこの道通ると思うんですよね。だってさっき戸隠の中社の方の通路はね、もう雪で通った後もなかったんで、おそらくもう向こうへ降りる人もいないだろうし、向こうから上がってくる人もいないだろうしね。で、そうな、まああとはね、目の山とかね、阿古三号まで来ましたね。よいしょ。薬師の屋さんですね。ねえ、それであとね、やっぱこう、なんて言うんだろう、戸隠、山頂からね、飯津山の山頂から、戸隠抜けるところもね、結構あそこね、急なんですよね。私も過去何回かあそこ行って、目の山って奥まで行ったことがあるんだけど、あそこも結構急なんですけど、そっちの方はね、足跡らしきものはあったけど、今日ついた足跡はなかったですよね。だから、まあ今山登られてることが今度、方が今度逆にね、向こう側に降りるって可能性が、まああるってあるのか。あるかもしれないね。まあでもあの、
老人の方たち3名はやっぱ引き返してこないとちょっと無理だと思うよね。こういう時ね、後味悪いって言うんだよねって気はしてます。もうね、これ上見るとね、だいぶね、上から降りてきましたよね。今標高は1428ですね。あと300メートルぐらい下がったらね、駐車場ですね。時刻は13時39分ですね。確か石像があったかな。まあ、あと若いカップルがね、2人結局ね、頂上まで登れなかったって言ってましたね。あれ違うな。あ、いた。